ああ、また戦それうにの？この炎。さて、じゃあやっていきますか。まあね、火を使うわ。もう一回できると思えば。とりあえず入れて、かき混ぜて。意外と浮いてこないね。もう一回入れて。意外とこのかき混ぜ大事なのかもね。今回はもうちょいね。いやー、やらかしたな。まあ、作業終えますうんちか。ゃら。少し沈んだか。さて、品質はだいぶいいけど、200か。植えるのは100あれば良さそうな感じだね。足蜘蛛ではないか。怪我は治ったかな。すっかり良くなった。ミルテの手当てが効いたようだ。そうかそうか、よかったな。それで何か用があるんだろう。東の森の周辺で我が足蜘蛛族のヨモツガミがうろついているようだ。今のところ害はないが、カッパたちが怯えている。それで足りなかったとなれば、キャツは火を司る位高いヨモツガミであったことになるか。そうか、やつはヨモツホムスリ。不死の炎で死者の恨みを紡ぎ、新たな死を作り出す。その力、大水地にも比類すると言われるほどの強大な自然神ですぞ。おいおい、この島は一体どうなっとるんじゃ。いくつもおってはたまらんぞ。しかし、あやつはそんなに強くはなかったような。すでに大水地の支配下にあるこの地では、後から来た火の神の力は弱まります。すまんな、足蜘蛛よ。よう教えてくれた。いや、どうということはない。カッパどもやこの峠に類が及ばんよう、森を改めに行かねばの。さあ、ということで、あれだねー、またボスをいくつか倒すって感じか。またか。泣きたくなったら拳ばっかり握れ。ねな、一番綺麗なやつの顔を思い出せ。これで涙は止まる。ダメみたいな。俺らはこいでいつもなんとかなるけんとかな。かやまるにはかやまるのやり方があるんでねえかや。おいらはおいらのやり方しか知らねえぞ。気負わずいろいろと教えてやってくれ。カエマルはまだ幼い。金太のやり方もあると教えるだけでも利があるであろう。どういう意味だ？今は分からずとも何年か経ったある日、ストーンと木に落ちることもある。先人の教えとはそういうものだ。こいなもんか。さあ。まただね。霊視を手に入れたのがあるんで、ちょっと霊視を。ここではあれ、ないの黒か。猫や。
前よりなんか綺麗なんだよね。とりあえず、追加で、ムジナの葉、コンヒなんだ。そこまで。そこまで目立ったのないからな、まだ。装備も作れないのか。なんか作るかや。あ、作れた。タガヤさんの土は作れるけどっていう感じか。作れるようになるだけまだマシだね。蝶の狩猟儀、霊石で作れるんだ。扇の神子、カゴメの狩猟儀、波の狩猟儀。ここら辺はあれか。狩猟儀はちょっと冬の間上がるのはいいけどね。ほう。でもそっか、結局つけれないから微妙なんだよな。命中じゃなくて体力力、あれ命なかったっけ。ちょいっとね、ちょいっと整えたいから、いや、つけたか。よし、じゃあ探索いきますか。この辺樹草、はいはいはい。これはなんだ、この緑のところは先行くと良さそうな感じがするね。そしたら金太行ってくる。しようで、ゆいに、こっちなんかあったよね。ひずめか、行ってくるよ。で、かいまるを、じゃあちょっと右側を2つ刺さっていってみますか。いやー、多分今回ね、単純に力を取り戻すだけの回になりそうな気はするんだけどね。痛い、やばいやばい。まあそんなにレベルは下がってもっていう感じだな。ほいほい。地味にキノコ痛いんだよな。地味に。いないね。よし。いや、なんか違うな。これは王子の体力。いや、でもまだマイナス90だな。これあれか、もしかして肥料に入れる系か。そんな感じだね。
ちょっとガンガン集めに行こうか。そうか、まさか集めに行くタイプか。ちょっと育てないといけないっていうのは時間かかるね。ね、満腹あったね。よし、これでどうだ。あったあった、助かる。これはよし、ゲット。マジで逃げないと。湖、あー、これ絶対奥だな。旬すぎるんだよな。ここ取ってとりあえず、あー、いや、ちょっと待った、これ以上は作業ができなくなるか。お、4匹目。ま、最終が4人出るか、ありがたいね。てか、カモの小屋がないんだよな。やっぱ食っておけば良かったかな、あいつら。巻いて、で、多分ね、琥珀に、あー、やっぱ入れる感じか。あれ、田植えできなかったのか。ちょっと待った。うん、やろう。ん？あー、なるほど。夕方だからさせてくれないのか。きついなー。はい、遊戯を取る。そうだね、昼間しかさせてもらえないのか。さあ、108つ、さあ、久しぶりの田植え。
よし、これで間を置いて植えたぞ。まだ咀嚼か、ややか。マジか。リベンジいきますか。の前に4人でしょう。行ってきます。行ってくる。絶対的に田植えもんには行かせない。行ってくるよ。行ってきゃー。田植えもん行くとね、なんもね、なんも仕事しないんで、さむしむし。普通に出たね。よしよしよし。んで、そしたら戻るしかない。猫も来たな。猫3匹目。あー、でもあれだ、茶々の色だ、毛並みが。じゃあ尻尾短いんだよな。一部回復。するか。いやー、マジで。マジできついな、能力下がるのは。まだ帰ってこない。頑張って集めるしかないよね。さらに奥行けば、何か近くにはあるみたいだね。痛い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 
あったねー、ゲット。ほう、こういうことか。いやひどい、いやひどい。マジか。王子の神器ゲット。さあ、体毒つけて、あ、いや違う違う、これじゃない。体毒つけたらまあまあマシになるだろうというふうに読んで、でもこのゲーム毒、体毒がついてるからといって毒を受けないっていうわけじゃないんだよね。毒の効果弱めるって言った方が正しいか。うん、まあ減りはやっぱ確実に少なくはなったね。あのキノコ楽しいな、あの動きは。はい、ご苦労。うん、でこっからだね。危なかったね。さあ深部ということは、多分ボスが待ってるはず。あ、待って。さあ深部、あー、また戦うの？それにこの炎、火山で戦った奴のものに間違いございませぬ。やはり与物ほむすびの仕業ですじゃ。怖いのは苦手じゃが、放っておくわけにもいかん。覚悟せー。それなるほど。どこを見てる。いや、それはきつい。うん、雷強え。本当だよ、本当助かったよ。これで終わりであればよいのですが、あの飛んでいった灯火が気がかりですな。よせよせ、不穏なことを申すでない。さあ帰って飯にしよう。ああ、そ
そういう感じか。よう、カズラ。石丸。待て。ここはそれがしに任せてくれんか。まあ、その、なんだ。上がって、飯でも食っていけ。この目でここを見て、改めて分かったぜ。やはりてめえは始末すべきだったんだ。石丸、あくまでそれがしたちは。いや、大したもんだ。認めてやるよ、カツラ。いい米も作れたみてえだしな。そうだろう。わかるか、お主にも。さあ、食ってみてくれ。腹が膨れ、よく眠れば、どんな怒りも収まる。武士は食わねどってやつだ。飯ごときにこびたりはしねえのよ。お主は武士ではないだろう。戦の真似事などもうやめよ。麓の世は確かに地獄だった。果てなき上と争いがむごい話ばかりを生んでいく。それがしとて戦場で恥をさらし竹槍に追われた身、お主の口中幾ばくも察せぬほどには鈍くもない。だがそれゆえにお主は安らぎもまた知っていたはずなのだ。鬼の力を失った今であればこそ。違うぜ。そういうことじゃねえんだよ。やっぱりてめえってやつは虫ずが走ろう。百姓の真似事してるのはてめえの方だってんだよ。やれよ。それでお互いあるべき姿とやらに戻れるだろうさ。侍は侍に、百姓は百姓にだ。違う、そのようなものは。カイマル。おっと、下手な動きを見せるんじゃねえぞ。久しぶりだな、カイマル。俺のこと覚えてるんだ。石丸、これはお主とそれがしの話だ。カイマルを話せ。おいおい、関係ねえわけねえだろ。俺たちが世話になった頭の忘れがたみだぜ。頭のことは残念だったぞ。俺だってやりてえわけじゃなかった。でもありゃどうしようもねえ頑固もんでな。食うか食われるかも。あめこと言ってたと身内の一人も救えやしねえ。そうだ、カイマル。なんだ、こいつ喋れなくなっちまったのか。めんどくせえな。カイマル、石丸、目を覚ませ。この島に戦はない。もはや上すらもないのだ。我々が争わなければならぬ道理がどこにある。何言ってやがる。俺の邪魔をしてんのはてめえの方だ。どうけ、今日のところは出直してやる。どうも情けねえな。これが再起の狼煙だ。俺は何度でもやるぜ。何度でもな。カイマルを放せ。てめえはその獲物を放してくれるのか。分かってきたじゃん。くそ、放しやがれ。カイマル、我が追う。カイマル、カイマル、しっかりしろ。ミルテー。
足雲からカイマルが倒れたと聞いてすっ飛んできたんじゃが、なんだピンピンしたのではないか。カイマルが倒れたのは病ではありませんでした。心が離れた、そう見えました。そう見えたって何じゃ。お主はクソ氏でもあるんだろう。私の知る医学では説明がつきません。でも確かにそう感じたのです。強く。興味深いですわね。一体どういうことじゃ。心はよ、結論から申し上げます。皆さんは人から神へと変わろうとしているのです。なるほど、豊花様と同じですな。ええ、まさに桜さんの母上豊花様のようにこの頂の世に長くとどまったことで人の身でありながら神器を宿しつつあると見て間違いないでしょう。きっとすでに各々の資質に応じた何かがあるはず。身に覚えはありませんか。ここんとこ鉄が打つ土の方が光って見えることがあるような。こいな時決まっていいもんができんだ。こいならおらも織木が歌ってるように思うことがあるよ。私は医学では説明がつかない病状を知ることができる。それがしは20杯は飯が食えるように。それは違う。カイマルさんは獣と心を通わせられるのでしたね。おそらくこたびの一件は強い恐れを与えられた拍子にその石丸とやらにも心がつながってしまったのでしょう。幸い大事には至らなかったようですが、心を惑わす鬼の力に見入られていれば元に戻れなかったかもすかよ。ともかく大事なく何よりでしたが、皆さんは神にも等しい力を持ちつつあるようです。振り回されぬよう慣れていくほかはないでしょう。感じることはありませんわ。豊花様はそれは素晴らしい神であると伝え聞いております。これから皆さんがどうなっていくのか、それはひとえにこれからの営み次第ということでしょう。来ておったんだな。調べ物はどうであった。頂の世と麓の世、この二つ世にあるほとんどの山について調べました。やるべきことは見えたと思いますわ。ほとんどというとどれくらいあるんだ。数百くらいか。合わせて3万ほどでしょうか。麓の世の方がかなり多いようです。その数もとんでもないが、全て調べきったお主の頭もどうなっておるんじゃ。田植えもんが申していた通り、このヤナトにはかなりの数の火山が密集しているようです。灰による害が一度もないという土地はおそらくないでしょう。となると灰から立ち直った土地とそうでない土地に分かれているということもあるか。その通りですわ。そして灰による害は火山に近いほど大きく、離れるほど小さいのです。これは遠方に灰が届くほどの大きな噴火は滅多に起こるものではないということで説明がつくでしょう。さらに言えば、稲作に向いた土地は生きた火山から離れているほど多いようですよね。ということはわしらは無茶なところに住んでおるんじゃの。しかし私たちは神にございましょう。私の知恵とさくなさんの豊穣の力が揃って通せぬほどの無茶ではありませんわ。ほうほう、ならばどうする。ここまでの話をまとめますと、稲作に向いた土地ほどたまにしか灰をかぶらないということになりますよね。たまにとはいえ灰は害を伴ったはずですから、灰による害は長き時の流れが消していくと言い換えてもよいでしょう。なるほど。時の流れ、
それを私たちの力で引き起こしてやるのです。そこで移ろいの玉を用います。移ろいの玉？移ろいの粉なら聞いたことがあるわ。移ろいの粉は玉から削り出されたものですわ。玉の方は大きな力を持つため、手に入れるにはカムヒツキ様の許しをいただかねばなりません。ならば善は急げじゃ。カムヒツキ様のお願いに上がるとしよう。さて、都へ行く備えができたら私にお声かけください。ああ、また都へ行くのか。取引するものもなく、まあ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 、今回ここまでにしましょうか。